ようこそ光の仕事人。このコーナーは新潟で光り輝く方をゲストにお迎えしてお話をお伺いします。今日のゲストはかっこいいですよ。まずは自己紹介をどうぞ。はい、皆さんこんにちは、新潟プロレス、代表そしてプロレスラーの島茂雄です。はい、島さんようこそ。はじめまして。はじめまして。お会いできて嬉しいです。いや、私も、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。もう入ってきてね、スタジオにやっぱりオーラが違いますね。本当にかっこいいです、ね、今日はねスーツなんですけれども、ちょっと肌が見えなくて残念ですけども、胸板がね大胸筋っていうんですか、これ。すごいですね。すごいですね。もう我々体をが資本なんでね、でプロレスラーって結構そのフィジカルやっぱりしっかりやるんですね。まあ、怪我をしないようにってのもありますし。そうですね、はい、でアナウンサー仲間の松井ひろえさんが、はい、広さん島さんのファンで、これはね会場にお越しいただいて、あ、そうですか。よく聞いてたんですよ、島さんがね、島さんがねってそうね、そんなファンも多いんですけれども、で、ポカポカラジオにもね届いてるんですよ。ラジオネーム雪だるまさん、はい、島茂野さん、今日の放送を楽しみにしていました。私は去年の8月28日黒崎大会で初めて新潟プロレスを観戦して、9月、11月、12月と毎回会場に行っていますと。すごいですね。ありがとうございます。で、私が初めにプロレスを好きになったのは小学校3年生の時、新日本プロレスの昭和の巌流島と言われたアントニオ猪木対バーサスストロング小林戦。あ、小林さんか。あ、ご存知ですか。はい、はい、で旧吉田町出身のキラーカンさんとは平成元年以来の友人ですと。おで、23日のガイナ選手のタイトルマッチ頑張ってください。私も応援に行きますということで。ありがとうございます。そうですか、ありがとうございます。雪だるまさん、雪だるまさんが今回、はい、島さんをね、この光の仕事人に出演させてほしいとリクエストがあったんです。そうなんですか。それで今回お会いすることができてよかったです。ありがとうございます。はい、そんな熱烈なファンもいらっしゃるんですよ。はい、で、今日ね、初めてお会いしたので、はい、島さんもね、はい、まず、大丸は新潟、うん、新潟市です、はい、ね、で、新潟からあまり出たことがなかったと。そうですね、基本、メキシコに行く以来、行ったほかは、ほぼ新潟にいました、はい、ね、メキシコに行かれたっていうね、貴重な経験をされてるんですけど、まず、じゃあ小学校時代からプロレスファンだった、はい、そうなんですよ。もう本当に小学校2年生から、うん、最初好きだった選手誰ですか。僕はあの初代タイガーマスク佐山聡さんってね、はい、もうね、佐山さんの試合を見た時にもう一発で僕ファンになりました。かっこいいですよね。もうかっこいいだけじゃなくて、うん、もう人間って、うん、こんなにトレーニングして、ね、うん、することによってこんなに強くてかっこよくてなれるんだって思って、うん、じゃあ憧れはタイガーマスクだったんですね。そうですね、まあ、そこから本当にアントニオ猪木さんにもね、うん、もう大好きで、はい、確かにそうでしたか。それだけれども別に子供の時からレスリングはしてなかったわけですよね。そうなんですね、うん、まだそうですね、僕が小さい頃はあまりジュニアのレスリングなかったですか。なかったんですね、うん、だけどどっかでやっぱりプロレスラーになる準備をしていたというか、はあ、で空手、小学校の時に空手をやって、空手やってたんですか。はい、じゃあ格闘技というかあのね、その基本となる、そうですね、土台となる感じ、うん、であのその後中学でボクシングを始めた。はい、また違ったね、それぞれスポーツですけれども戦うっていうことは一緒ですもんね。まあそうですね、うーん、そうです。ボクシングはボクシングでね、またなんていうのか難しさもあったでしょう。あのプロレスとはまた体の使い方だとか距離感が全く違うんですよね。そうなんですか。プロレス、ボクシングはあの打撃、うんうん、打つ、そう、打つべし打つべし、そうです、そうです、上ですよね。まあね、打撃によって、まあね、こう
戦いになるんですけどね、レスリングプロレスはどっちかというとあと相手と組み合って、ね、戦うスポーツなんで、じゃあちょっとどちらかというと相撲に近いんですかね。近いですね。ボクシング打撃はあの 前に行く、うん、まあ、筋肉ですけど、はい、レスリングとかどっちかというと引くんで ね、背中が背筋というか、はい、引く方が力が、じゃあ使う筋肉もちょっと違いますね。随分あの違いますし、そのスタミナの使い方も結構違ったりしましたね。でその高校時代ボクシング部で就職は普通にして、はい、っていうことですか。そうなんです。で社会人の頃は何かしてたんですか。社会人の頃は、はい、あの車関係のサビマンをやったりですね。あ、車も好きでね。はい、そうです。へえ。でもうーん、どっか頭の片隅にプロレスラーっていう夢があったんですって。はい、そうですね、うん、あの小学校のあの卒業文集ってありますね。ありますね、書きますよ ね、何々になりたいって。そうそう、で大人になってあの開いてみたら、あの将来の夢プロレスラーになること、あ、書いてありました。書いてあったんですね。はで、はい、あの本当に自分がやりたいもの目指すも の、 あのプロレスを忘れてないかというのが、あの20歳を過ぎた頃にあってですね、で、あの、まあ、いろいろプロレス団体さんにね、うん、こう履歴書を送って、はい、あの入門テストにね、うん、あの受けようかなと思っていろいろやってたんですけど、はい、なかなかその頃あの入門規定って厳しくてですね、うん、まあ、身長は何センチ、体重何キロ以上で、ね、こういうスポーツキャリアがあってとかっていうのがあったんですけど、まあ、なかなか僕もね176センチなんで、でもそう、で、あのスポーツキャリアも今日もね、あの、まあ、全国大会へ行ったりはしましたけども、そんなに輝かしいね、いやいやありませんので、まあ、そういう中で、はい、あの規定に合わなかったっていうことですか。そうですね、だから、うん、なかなかその履歴書にもかからないっていうかって感じで。送ってもじゃダメだったっていうことが続いたんですね。そうですね、うん、で26歳の時ですか、はい、あのまあ、メキシコにもね、あのプロレスが盛んなの僕も十分知ってたん で、でいろいろ調べていくと、まあ、メキシコのにはですね、こうプロレスの道場がいっぱいあるんですね。まあ、プロレス、メキシコとジムっていうんですけど、ジムがいっぱいあって、で向こうではあれなんです、国技みたいな感じなんですか、うん、そうなんです、そうなんです、うん、もう日本でいう相撲のような感覚なんですね。だから競技人口もすごく多くてですね、多いんですね、日本なんかよりも全然多くてですね。で規定も結構緩いんですか。緩いって言っちゃう、入る、入門する時の規定はすごく、うん、さっきもお話ししましたけども、規定とかなくてですね、なくてですね、もうすごいですね、やる気さえあれば、やる気さえあればすごい、やる気元気。ただ入ってしまうともう練習は一緒なんで、そこからもう振りかけられるんですね。はい、だからもう一緒に脱落していく人も多いんですね。そうです、そうです。僕と一緒にどれくらいですかね、まあ、10人までいかないですけど、7、8人同じ同時期に入った人たちがいましたけど、もう数ヶ月でもう2、3人ぐらいになるようななってましたね、うん、いやでもね、一人単身でしょ、一人で行ったわけですよね、はい、メキシコに、はい、なかなかの勇気ですよね。まあでもなんていうんですか、若さなんですかね。そうか。あまりこう恐怖とか、うん、あまり考えずに行っちゃった、先のことは考えず、うん、で私のイメージだとなんか治安が悪いっていうようなイメージがメキシコってあるんですけど、うん、大丈夫でしたか。でね、うん、メキシコに行って、まあ、当然住むとこを、はいはい、まあ、決めますよね、うん、でその時にまあ、メキシコのこともあまりよく知らなかったんで、うん、まあ、ある方に通じて、まあ、アパートを借りたんですけど、はい、で見つかったよって言って、うん、で住んだところがメキシコで2番目に治安が悪いところ。はい、おーいって感じですよね。もうその日ですよ、うん、その日アパートに行って、うん、初日住んだ日の夜から、うん、ダダーンって銃声が鳴って、で最初銃声だと思わなかったんですよ。何の音だろうと。
あのなんか誰か花火でもやってるのかだってもう本当あの、まあ、メキシコってあのすごく治安悪いんで必ずあの鉄のこう扉があってあるんですね、どこの地にも。でその中にあのこう、初めて玄関があるという。でその鉄の格子の向こう側でもそういう音がしてるんです。近距離ですね。なのでいや本当に最初はびっくりですね。いやうるさいなあと夜にねこんな花火なんてあげるのかな、うん、何の音だろうなと思って翌日、はい、後で聞いたら修正だったと、はい、隣の住人の方が。うわあ、じゃあ夜は出歩けないですね。ええ、基本だからその翌日にあのその隣の住人の方がお前日本人だし、あのお金持ってると思われるしそれもうあの7時以降はもう夜もう出るな。7時以降厳しい。夜遊びもできなかったでしょ。夜遊びよくもか僕道場から帰ってくるのが夜10時なんですよ。だからそのなんか死に物狂いでそうだから地下鉄降りてアパートまで戻るのに15分ぐらい歩くんですね。怖いその歩くのが、いや本当最初のビクビクしながら、うん、あのアパートまで帰った記憶がありますね。すごいですね、はい、命をかけたようなでもなんかあのメキシコ人って陽気なイメージがするじゃないですか、はいはいはい、うん、だから楽しい人も多かったですか。ええ、うん、あの本当みんなあのなんていうんですかね、ええ、陽気でですね、昼間からなんかお酒飲むイメージなんですけど、そう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 、あの隣の肉屋さんでね朝に行こうかんですけど、ええ、あの必ずねこうショットにあのメキシコねテキーラなんです。あ、テキーラなんですね。テキーラをこうテキーラついてくれてね、うん、あのお前も飲めって言われて朝からサービスで出してくれる。サービス出してくれモーニングコーヒーならぬ、はい、モーニングショットでテキーラですか、はい、朝からテキーラをショットでカーッといって一日が始まるっていう。向こうの人にとってはもうそれが薬みたいな、陽明酒みたいな。まあ陽明酒、日本でいう陽明酒感覚ですよね。ですよね、朝でもケーキつけていくぞみたいな。そう、これが健康になる秘訣なんだって言ってでも度数高いじゃないですか、テキーラ。陽明酒はなんかいろいろ栄養素入ってますけどそうそうそうあのテキーラはほぼアルコールしか入ってないですからねじゃあお酒も結構強くなったんじゃないですか、メキシコで。いやー、まあ、お酒好きなんでね、あれですけど。よかったよかった。まあでも結構飲みましたね。はい、そんなこんなで、じゃあメキシコに1年ちょっとぐらいいて、はい、で、帰ってきました、日本に。はい、で、まず何したんですか。僕、あの、メキシコで怪我をして。あら、はい、どこの怪我ですか。ヘルニアをやってしまいまして。ヘルニアなんですね。でも、本当一時、なんですかね、立ったり座ったり日常生活も結構ままならなくてですね、でそんな状態が続いてしばらく休養、ええ、で日本に帰ってきてからはもうとにかく体を治すことに専念をしましてましたね、はい、じゃあプロレスも休んでずっとできなかったわけでしょ。もうその帰ってきた直後はもう、うん、多分プロレスできないんじゃないかと、がもう戻ることはできないんだろうなと思ってました。メンタルも結構落ちましたよね。いやもう、はい、うん、帰ってきてからはもう魂を向かってる。せっかくだって夢をね追ってメキシコ行ったのに、はい、まあ、怪我で帰ってきたわけで、そうですね、へこみますよね。そうですね、まあ本当に志半ばで帰ってこなくちゃいけなかったんで、うん、本当に、残りましたね、メキシコには。じゃあその休んでる間どうやって生活してたんですか。あの、はい、あの僕が怪我をしたことによって今度逆に、はい、あの怪我をした選手、はい、スポーツ選手たちをに、まあ、何かできることがないかなと思って、うん、でその時にあのトレーナーの仕事を、やろうと思ってますね。でそのトレーナーの仕事を何年か、はい、それでじゃあ体の仕組みも勉強になったわけですね、はい、そうなんです、うん、あのメキシコに行った時はとにかくもう体を鍛えることしか教えられてこなかったんですね。確かに。で怪我をしても何してもとにかくどんどんもう練習を休むな、ね、あのどんどんその体を鍛えることで、まあ、日本に帰ってきてトレーナーという、ね、あの仕事を
強する中で、あの体を逆にケアすることもね、すごく学びまして、まあ、そうするとすごくあの当然体の仕組みも分かって、どうすればあの自分の怪我、まあ、皆さんのね、あの怪我だとかそういうのもあの回復できて、まあ、逆にうまく付き合っていけるのか、治らないとすればうまく付き合っていけるのかっていう、まあ、そういうのをすごく学んで、そうすると当然ですけど自分の体でも同じことができるようになる。そうですよね、確かに、はい、で、まあ、ヘルニアの方も、まあ、完治は当然しませんけど、まあ、うまく付き合って、うん、うまく、トレーニングを、ね、することができるようになったんですね。じゃあトレーナーになってよかったですね、その時。そうですね、それがなかったら、うん、もしかしたら復帰してなかったかもしれない。運命が歯車が。できなかったかもしれないですね。面白いですね、はい、そこでじゃあ徐々にトレーニング始めて、はい、またプロレスの夢を諦めなかった、はい。そうですね、で体がどん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 こう調子が良くなってくると当然ですけど、もう一回できるかな不屈の精神ですよね、まさにすごいな、戻れるんじゃないかなって思ってですね、で、そこからフリーでやったんですね、少し活動をしてた時代があったんですね、はい、そのフリーっていうのは、はい、いろんな大会に呼んでもらえるんですか？そうですね、もうフリーなんで、まあ、こちらからあのなんていうんですかね、お願いをさせてもらうケースもあれば、来てくれるんですね。そうですね、招待されるケースもあるんですが。じゃあ全国行きました？そうですね、まあ、大体関東というか関東まで、っていう感じでしたね、はい、そうですか。あっという間に前半戦終わって、じゃあ新潟プロレスのね、はい、その誕生、はい、うん、後半はそこからお話を伺いたいと思います、はい、一旦コマーシャルです。朝光の仕事人、今日のゲストは新潟プロレスの島茂野さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。そういえば、なぜ島茂野なんですか？島ってどこから来てるんですか？はい、これはですね、あの僕がメキシコから帰ってきた時にですね、あの、まあ、プロレスラーとして活動ができなかった時代に、うん、プロレスラーのコスチュームを作ったりするメーカーが東京にあったんですね。それがあの島スポーツっていうんですけど、そこに、3年ぐらい通ってですね、あの何しにコスチュームの制作をする仕事を学んでたんです、実は。自分でも制作したかったんですか？そうですね、うん、選手のコスチュームってすごく、ね、華やかで、そうですよね、かっこいいですよね、華やかですよね、はい、それを自分で作れたらと、そうです、それをね、自分で作ってね、提供できたらいいなと思いまして、うん、でまたそれもいずれは仕事にできたらいいなと思ってたので、貪欲ですね、何でも多分どうなんとかしてなんかプロレスに関わりたいっていうのが僕にあったのかもしれない。そのじゃあ島スポーツから、それで僕がその、うん、新潟プロレスというね団体からまたあの再デビューするときに、うん、あの僕の先輩が僕の名前だけだと全然インパクトがないって、あ、普通のね島茂野っていうの、うん、これでいけよって言われて、プロレスはあれなんですよね、その先輩がそのシコナじゃないですけど、はい、その選手の名前をつけてくれるっていうのは今日伝統的に、伝統にあるんですか？へー、先輩がつけてくれるんだ。なんで断れないんですよ。いやでも、いや僕正直嫌だったんですよ。嫌だったんですか？なんかマサ斎藤さんみたいな嫌だな、まだやめざまってくださいみたいな、なんか嫌だなと思ったんですけど、うん、はい、へー、それがもう、はい、もう10年でも覚えやすい、今思えばね、茂野の何々っていう普通の名前より、はい、 ね、うん、覚えやすいなと思うんですけど、はい、そうでしたか。でその新潟プロレス、はいね、開いてもう11年目、うん、そうですね、10年経ってる、去年、はい、10年になりました、ね、で昨年ね10周年のイベントがあったんですよね。そうなんですよ、大きな、そうなんです、うん、あれは親子連れも結構私の周りいっぱい行ってて、あ、そうですか、うん、ありがとうございます、よかったよってことで、あ、嬉しいですね、まあ、10年の集大成としてね、やっぱりなんかこう、プロレスでね
新潟の地元のプロレスで、新潟をね、最高に盛り上げる大会にしたかったんで、そうですね、はい、藤波辰爾さんとかね、僕が小学校の頃だから、マッチョのラゴンでしょ、分かりますよ、歌も歌ってるんですよね、彼。そうでも、雪だるまさんもおっしゃってましたけど、はい、まあ、オーラはね、やっぱりまだあるって、ここ惜しかったって言ってました。そうですね、それは本当感じました、うん、ね、はい、やっぱりそこまでね、輝いた人ですから。そうですね、体もまだね、しっかりしてまして、67歳なんですよ。 67? それであの体をまだ維持してるっていうのは、ただもんじゃないですね、やっぱりね。ねえ、すごいですね。そんな新潟プロレスさん、はい、また大会があります。1月23日、もう今週のね、次の日曜日です、日曜日、はい、しかも、お隣西区の黒崎市民会館の、そうなんですね、行きやすいですね、西川区からも。そうですね、近いですよね。近いです。はい、で、もちろん志摩茂野さん出ますし、さっきね、雪だるまさんのファックスにもあった、ガイナ選手、はい、ガイナ選手のタイトルマッチが、そうなんです。これはどういうことだ。僕が今あの新潟無差別級というあのシングルの、ね、チャンピオンなんです、はい、で前回の、ね、12月の大会で、うん、あのガイナ選手から、うん、あの挑戦させてほしいと挑戦をいただきましたんで、はい、僕ももう西のプロレスといったらもう、ね、ローカルプロレスのもうパイオニアです、うんうん、そこで育ったガイナ選手断る理由はないんですよ。でもガイナ選手大きいじゃないですか。大きいですよ、130キロありますからね。結構内心ドキドキまあそこをどう攻略するかな。まああとガイナ選手ってまあでっかいですけど動けるんですよ。あ、そっか、動ける巨体。大きくてね、やっぱり動けない、なかなか動けない選手もいる中で、はい、ガイナ選手はね、大きいですけど、機敏に動く、機敏に動く、いろんな技持ってる選手でして、まあ、そこをどう攻略するかが今回ね、見どころ、見どころですかね。あのチャンピオンってやっぱりチャンピオンベルトとかするんですか。え、ベルトはもう証なので、かっこいい、はい、って持ってくればよかったですね。いやー、すごいですね。すいません、それをじゃあベルト奪う人もいたりするわけでしょ、今まで。そうです、そうです、うんうんうん、はい、あ、なるほど、その奪いに来てるわけですね、ガイナ選手も。そうなんですよ、今回見どころですよ。そしてあの女性たちのね、はい、あの可愛らしくかっこいい女性たちもいるじゃないですか、今回、里村芽衣子さん、あの仙台ガールズ、はい、黒崎出身、そうですね、はい、今も WWE っていうね、世界的なあの団体に、トップ団体にね、いますけども、その、お弟子さんである4名の、ね、選手が今回、提供試合で参戦をいただきます。よくでみんな若いですね。いや本当そうなの、若くても本当いい選手ばっかりでですね。今って低年齢化してるんですか、女子プロです。女子プロ、女子はもう、うん、その、まあ、賞味期限じゃないですけど、うん、そういうのは男子と違って短いんで、体が動く、いやというかですね、うん、何ですかね、うん、男性は60とか50、60でも、まあ、藤波さんみたいな人もいますけども、女子はやっぱりどうして早くに引退するんですか、です、やっぱり。やっぱり引退時期早いんで、結婚とか出産とか。そうです、そうです。なので、あの、はい、低年齢化とかっていうのはあるかもしれませんね。そうですか。このじゃあ1月23日日曜日、はい、会場1時半、開始が2時ということで、はい、まだチケット買えるんですか、これ。大丈夫です。大丈夫です。ニュースのホームページをぜひチェックして、はい、ください、うん、オンラインショップまたはあのプレイガイド、はい、あのご案内、あ、ご案内というか確認できると思います。お、23日空いてるよっていう方はね、ぜひ黒崎市民会館においでいただきたいと思います、はい、これやっぱ場所によってチケットの、ね、料金がこうランクが違うんですね、うん、そうなんですよ、うん、あのサイゼネスーパーシートから始まって指定席、あ、リングサイド指定席、自由席って 4席で、ねうん、4種類かぶりつきのとこってスーパーシートですね。スーパーシートですね、はい、やっぱじゃあすごい熱烈なファンはスーパーシートもう、はい、販売したその日にバーンとね、大体前席が埋まってしまうんですけど、ねえ、だってこの間12月の時流血したって言って聞きましたよ、志摩さん。あ、11月の時11月の時、うん、そうなんです、ね、相手がそのデスマッチが得意な選手でして、うん、まあ、ちょっとね、そういう激しい試合になりましたね、実は。
やっぱりそういう怪我も多いんでしょう。怪我、そうですね。つきものですもんね。去年は本当にあの膝をやったり、いろいろ靭帯をやったり、あの故障が多かったので、今年はね、怪我しないようにしたいなと思います。そうですね。そう、今年の抱負、はい、聞いていきたいです。はい。怪我をしないことと、はい、あと何かありますか。あとは、去年ね、ちょっと新人を出せなかったので、今年は1人、まあ、1人と言わず2人、うん、デビューさせたい。デビューをね、うん、あの新人というかあの、選手をデビューさせたい。育成はしてるんですか。やってます、やってます、はい。生徒さんもいらっしゃるんでね、その中からデビューする人が現れたら、ね、いいなと思ってるんですけど。うーん、新潟プロレスとしては男子ばっかですよね。女子も1人いるんです、うん、いるんですか。ちょっと今活動ができてないんですけど。あ、そうですか、はい、いやそれでもう男性だろうと女性であろうと、うん、あのもうウェルカムです。あ、レスリングやりたい方はぜひ、はい、ね、新潟プロレス見てください。新潟盛り上げましょう、ね、盛り上げていただきたいと思います。はい、で、毎回ね、ゲストに聞いてる光の名言っていうのがあるんですけど、はい、志麻さんの好きな言葉ありますか。はい、好きな言葉というか、まあ、大事に思ってるのがやっぱり、まあ、一期一会ってことですかね。まあ、宮迫さんそうだと思うんですけど、いろんなところでいろんな方にお会いするじゃないですか。そうなんですよ、ね、で人間ってあのどこでどういう出会いをしてするかによってやっぱり人の人生ってすごく大きく左右して変わるじゃないですか。なのでまあいろいろね、な方にお会いする中でやっぱりきちんとね、お会いする方に接していきたいな、接していくようにはしてるんですね。真心ですね。そうですね、はい、それ大事ですよね。やっぱでも今ねこう話してきて振り返ると、はい、一番影響を受けた恩師みたいな方っていらっしゃるんですか。そうですね、まあ恩師は自分の中でも何人かいるんですけど、まあ、あのメキシコに行った時にあの当然僕を教えてくれた先生が本当にあの、まあ、メキシコではね、あの、まあ、恩師ですけど、日本にねそのプロレス界で その師匠、あ、師匠か、うん、師匠もいるんですね。で日本での師匠ってなかなかやっぱり当然ですけどいなかったので、メキシコから帰ってきてからですよね。もしというかその師匠がいなくなってしまったので、うんうん、で今あの5年ほど前にあの大日本プロレス、ね、あのグレート小塚さん、有名じゃないですか、はい、小塚さんがですね、まあ、あの新潟プロレスに関わっていただくようになって、まあ、今スーパーバイザーという形で関わっていただいてるんですけど、まあ、お世話になってますか。いや本当にね、講師ともにいろいろ教えていただいて、学ばせていただくところがたくさんあってですね、まあ、日本ではあのグレート小塚さんが僕にとって師匠なのかなって。いいですね、そういうやっぱりつながりがあるとね。そうですね、なかなかね、この年になると言ってくれる人、ね、いろいろ教えてくれる人っていうのもなかなか少なくなってくるんですよね。ますます楽しみですよ、志麻茂野さん、ね、とりあえずはまずは23日の日曜日、はい、黒崎大会に足を運んでいただきたいと思います。そうですね、はい、はい、お待ちしてます。今日の光の仕事人は新潟プロレスの志麻茂野さんでした。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。